さらに攻撃力を増したいっていう願望はやっぱりあると思うんですよね。その時に今もう目一杯強くショットを打つということはやってきました。さらにそこに攻撃力というものを加えようと思った時に、これ以上速いスイングというのを望んでしまったら、やはりどんなプレイヤーでもバランスをもう崩してしまうんですよね。そういう時に大切なのが、こう物の,の今度考え方の部分になるんですけれども。 例えば先ほどのドリルでもっと攻撃力を高めたいと思った時に必要以上に強く打つことを考えるのではなく基本的にはフォアハンドとバックハンドどっちが強く打てるかって考えた時にもちろんバックハンドが得意な選手はいると思うんですけれどもやはり筋肉量の多いフォアハンド側でボールを打つということが多ければ多いほどより攻撃的なプレーができることは間違いないんですね。